いよいよ押し詰まってまいりました。油断も隙もならないものでどうぞまあ笑いを収めていただいて、また来る年が良い年になりますれば、もうこんなありがたいことはないわけで、昔と今とではいろんなもんが変わってますので、お金をやり取りします。つまり商売人がその直接その場では、昔はお金はやり取りしなかったそうで、みんな帳面につけてある。で、今月はこれだけ売り上げがありましたよということになると、月末になりますとこの請求に行くわけで、で払う人も一月分まとめて払う。払える月はいいんですけども、払えない時は次の月持ち越しになります。こういうのが積もり積もりました。一年の大つごもり、大晦日、これも貸してある方はどうしたって取り立てなくちゃいけないし、借りのある方はこれから逃げようとしますから、お互いが右往左往するわけで、押し入れで息を殺して、大晦日、大晦日、今はへそくり当てにする、大晦日、猫はとうとう蹴飛ばされなんて、大晦日、どう考えても大晦日って当たり前なんですかな。落語に出てくるのは陽気なやつでして、元日や今年もあるぞ大晦日。まあその辺から心配してりゃ大丈夫でしょうけど、ちょっとお前さん、どうするんだよ。何を、何をじゃないよ、もう一家だと思ってんだよ今日、大晦日なんだよ、ちょいと、大晦日。うるせえね、もうだ、大きな声して、お前大晦日って顔中口にして言わなくたって知ってるよ、うちだけ大晦日じゃねえんだから。向こう三軒両隣も世間中みんな大晦日なんだから、心配することはないよ。何を言ってんだよ。どうすんだよ、借金取り。借金取り、もう毎年そうだよ、後から後から、大勢いろんな人が来るのに、私だっていちいちね、借金の言い訳、同じこと言えないんだから、その言い訳のセリフだって困っちゃうんだよ。そうか、呼んどいけなかったら、じゃあ去年の手で追っ払うかい。なんだい去年の手って、お前さん死んだふりするあれかい。懲りたよ去年、どうしても感情が落ち着かない。お前さんどうしようったら、じゃあいい、俺に考えがあるから、表ピューッと飛び出して、まあ、あの後ろ姿の頼もしいこと、どっかでお金の工面してくれんのかと思ったら、そうじゃないよ、大きな棺桶ひっちょって帰ってきて、どこであすられたんだか知らないけど、どうすんだよこんな棺桶ったら、俺はこん中入って死んだふりしてるから、借金取りが来たら亭主が死にましたから払えませんって、お前脇で泣いてろって、泣けるかいこんなもの。それでも笑うわけにいかないから、湯飲みお茶ついどいて、人が来るたんびこう目の縁濡らして泣いた真似してたんだよ。そしたらね、あの山田さんが来た時そう言ったよ、おかみさん泣くんならもっとうまく泣いた方がいいよって、目からお茶殻が出てるよって。あんな情けない思いしたことな、大家さん来た時覚えてるかい、大家さんあんな人がいいもの、すっかりその気になっちゃって、ああお前もかわいそうにな、後のことは何度でも私が面倒見よう、これは少しだけどって香典を出されて、もうこれ取れないだろう、後になったらお前さんぴょこたんぴょこたん動き出すんだから、大家さんせっかくですけど、タナチンも払えないんですから、これはいただけません。なんなこと言わないで、それはそれ、これはこれ、私の気持ちなんだから、いえいえそれは受け取れません、まあいいからダメですって、押し問答してたらお前さんどうしたい。黙ってりゃいいのに、もう棺桶の蓋ガバッと開けて、せっかくだからもらっとけって言って、大家さんキャーっつったよ。下駄も履かないですっ飛んで帰って、その置いてった下駄履いて、お前さん年始に行ったろ。そうそう、あれから1年経つな、感心してどうすんだろう、まあ本当にどうすんの借金取り。うるせえな、もうどうするどうするって、来るんだからしょうがねえじゃねえかよな、あこういうのは恒例みたいなもんなんだから、ああいいやお前、借金取りだってお前化け物じゃねえ、鬼でも蛇でもねえんだ、人間なんだよ。人間にはな、みんなそれぞれ好きなものがあるんだよ、好きなものには心を奪われるって例えがあるだろ。俺が借金取りの好きなもんで、うまい具合にトーンといい心持ちにして返してやるよ。そんなうまい具合に行くん、ああ任しとけよ。あらちょっとお前さん早速来たよ。ん、誰だい。大家さん。大家、大家何が好きだい。あの人はあだ名が教科家主ってんだもん、教科が好きな、教科、ああ、あれか、あじゃあいいや、ちょっとお前押し入れへってな、あいいから。こんばんは、八甲いるかい。
こんばんは。えい、おや、どうもこら、大家さんご苦労様。まあそこじゃ寒いでしょ。どうぞこっち、あのお上がりになって、今お茶でも。ああ、もうもう、ああ、いいんだいいんだ、構わないでおくれ。今年は死んだふりはしてねえようだね。お前も忙しかろうがな、私もこれから長屋回るんだ。あ、タナチンが4つ溜まってんの、払っとくれ。4つああ溜まってますか。4つってな、ちょっとね、数が半端ですよ。どうでしょう、そこもう1つ溜めて5つにまとまったら流しましょう。質屋じゃないよ。ふざけたことばかり言って、冗談はよして、払っておくれ。それなんですよ、よからぬもんに凝っちゃってね、銭が回らねえんで。博打か。私は強化に凝ったんだ。強化に、そんなね、お前私の好きなものを、いや、勘弁してもらえるもんだと思う。その手は食わないよ。いや本当なんですよ、やってみたら強化って、あれ面白いっすね。本当かい。名古屋26軒あるよ。こういうの強化に凝ろうなんて、そういう粋なやつは一人もいないんだ。お前が本当に凝ったってんなら私も嬉しいが、じゃあ嘘でねえ証拠に作ったものを披露しな。ええ、この間ね、こういうのができました。何もかも有田家七に置きごたつ、かかろう島の布団だになしと。何、何もかも、うん、有田家七に置きごたつ、かかろう島の布団だになしか。なるほどな、おらうがって面白いな。ええ、貧乏という題でも作りました。貧乏の棒も次第に長くなり、振り回されぬ年の暮れかな。はあ、貧乏を棒に例えて、振り回されぬ年の暮れ、面白いな。貧乏をすれば悔しやっそわたの、下から出ても人に踏まるる。貧乏の悲しさがよく出てるな。そういうのは本当に貧乏したやつでなきゃわからないことだ。うん、貧乏をしても下屋の長者町、上野の金のうなる音を聞く。はあ、金のうなる威勢がいいな。貧乏すれどこの家に風情あり、七の流れに借金の山。山水だな。七の流れ、借金の山、いい眺めだな。こうなると貧乏も風流だ。貧乏、お前な貧乏ばっかりだ。少し貧乏離れてやんなきゃな。じゃあ私もやろう。貸しはやる、借りは取らるる世の中に、何とて大家連れなかるらんと。女房喜べ、強化がお役に立ったわやいと。そら菅原伝授手習い鏡だ。うん、まあいいだろう、お前がそうやって言い訳するんなら、私もいつまで紙幣庫というのはやめにして、来年の桜丸の散る時分まで待つおうとしてやろうか。そうですか、その頃にはきっと勘定は埋めようにしますんで。ありがとうございます。どうぞあのおかみさんによろしく。どうも、良いお年をお迎えください。おかずめしませんようにごめんください。さようならでございましたよ。いよいよいよ。おい、おっか、家主は蹴ったぞ。まあお前さん器用だったね、何にも見ずによくあんなことスラスラ言えたね。どこで覚えたの。うん、寄席行くと話しかがれやるから。あら、まあ落語ってためになんのね。ああ、お前らんまんのラジオ寄席毎週聞けよ。あら、ちょっとお前さん、また来てるよ。あら、魚屋の金庫だ、魚金。あら、金さんは大変だよ、喧嘩が好きなの。喧嘩？もうそういうのまずいよ、お前なんか歌が好きとか、お前芝居が好き、もうそんなの一切ダメ。あの人は喧嘩、喧嘩弱っちゃったな。じゃあまあいいや、あ、ちょっとその巻きか、うん、そうそう、太いやつ、巻きざっぽ。うん、いや心配することはねえやな、何でも形にならなくちゃいけねえやな。ちょっと大きな声出すけど、お前が出たらちょっとやりにくいから、いいか、ずっとそこ閉まったろ。ああ、いいからいいから、うん、そこ閉めて、減ってろよ。こんばんは、あっつぁん。誰だい。俺だよ、魚屋の金庫だな、この野郎。ふてやらだ、師匠。話があるからこっち減れ。威勢がいいね、おい、いい加減にしてくれよ、おめんとこの勘定は長えよ。今日は大晦日なんだから、わずかな勘定を貯めといたら気分が悪かろう。払ってもらうよ。じゃあ何か、おめえは俺から勘定取ろうってのか。当たり前じゃねえかよ、貸しがあるんだよ。こっちも借りがあるんだ、払いてえと言いやいいんだけど、銭がねえんだよ。ねえものはどこ行ったってしょうがねえだろ。ああ、
おめえも今そう言ったよ、感情はわずかだって。わずかな感情を持ってけったってしょうがねえ。春には何とかしてやるよ。死の子の言わずにとっとと帰れ。なんだこの野郎、あ、上がったな。当たり前だよ、下手に出りゃ息になりやがって。言い訳か、言い訳だったら普段が肝心だい。こないだ往来で俺とばったり会ったろ、目と目が脇を向いてスーッとそれて、なぜあん時に言い訳しねえんだよ。お前んとこには借りがある、大晦日に来てもらったって払うあてがねえから春まで待ってくれって一言言われりゃ、この忙しいさなかにこんなとこまで来るもんかよ。それをなんだ、死の子の言わずに敬礼、感情はわずか。お前がそんなこと言うんなら、今日は俺は感情を取るまではここを一寸も動かないから、そう思えよ。じゃあおめえは感情を取るまでは一寸も動かねえ。ああ動かねえ。じゃあおめえにな、俺は感情をやるまでは一寸どころか五分だって動かさねえから、そう思えよ。うん、面白いな。払ってくれよ。だから銭がねえんだよ、何遍言わせんだよ。でも浮き沈みがあるからな、いつこっちに銭が来ねえとも限らねえ。減ったらお前に一番に払ってやるよ。いつになるかわからねえや。半年先か一年先か、そこで座ってろ。うちは貧乏だから飯を食わすわけにはいかねえな。でも干からびたら知らねえ仲じゃねえから、骨ぐらい拾ってやるよ。動くなよ。冗談よ、そうじゃねえかよ。もう忙しいんだからまだ回るんだ。そんなことは知らねえんだよ。だいたい催促するんなら人間普段が肝心だよ。こねえだ往来でばったりやったろ、目と目があって、お前脇を向いてスーッとそれたよ。お前がそれたんじゃねえかよ。俺でもいいよ、路地を回ればまた顔が合うんだ。なぜあん時催促しねえんだよ。おめえんとこには貸しがある、大晦日には必ず取りに行くから、こしらえておけよって言われりゃどんな無理したって作っておくよ。何にも言わねえで向こう行っちゃったから、あ、これは大晦日には来ねえんだなと思って安心してこしらえねえ。ふざけんなよ、そんなずずしいやつはねえや。まあいいや、 2,3 軒回って後で戻ってくるからな。まあ半分でもいいからな、頼むよ。後でやるっしょ。動いたな。いや、戻ってくるかなんか知らねえんだよ。おめえはな、感情を取るまでは一寸も動かねえ、いっぺん男が口から出した言葉だよ。簡単に曲げられちゃごまんだよ。それともそうやって動くとこ見りゃ感情取ったのかい。取るわけねえだろ。そうだろ、だったらそこにいろよ。10年でも20年でも動いたらこの薪がおめえの血を吸うぞ。お前正気で言ってんのかよ。ここ一軒にかかってるわけにいかねえんだよ。いいよもう、一軒潰れたと思えばいいんだよ。もらったにしといてやるよ。なんだその言い草は。感情を取ったのか取らねえのか、もらったよ。もらったよじゃいけねえ、受け取り出せ、領収書。ほってよこしやんな、お前。ああ、ダメだダメだ、これハンコが押してね、ハンコ。受け取りとかアイス見とかこっち貸せ、ほんとに。こんなバカな話はねえやな。取りもしねえ感情取ったって言わせ、あげくの果てに、ああ受け取りハンコ押せだって、バカバカしくて話になったね。ゆんべの夢見が良くなかったな。野村監督が出てきてな、もう一年やりてえ、もう一年やりてえ。いくつ押すんだよ、いいだろこの方が綺麗で、こっち貸せよ。もう赤くてなんか見えねえじゃねえな。じゃあ勘定やったな、もらったよ。どうしてそう愛嬌がねえんだよ。今年もいろいろお世話になりました、また来年もご贔屓にお願い。ふざけんなよおい、この上俺が礼を言えるか言えねえか。あ、言わねえの、あ、言わなきゃこんなもん返すんだよ。ああいいから納める納める、その代わりに動くなよ。30年分かったよ。言う、いや、いいんだろ礼を。毎度ありがとうございました。鬼みてえな顔してんだよ。いくらの勘定だよ。一つ金6円30銭なり。安いねおい、んなもんすぐ取りに来いよ、いつでも払ってやんだよ。おいちょっと待て、散らばくれて行こうったってそうはいかねえぞ。今やったのは10円札だ、お釣りくれ。ふざけんなおか、
怒って帰ったよ。まあ嫌だ、私もいつつかみ合いになるんじゃないかと思ってハラハラしたよ。しょうがねえよ、喧嘩が好きなんだから。まあ春にはなんとか払ってやってな。うん、それは私がね肩はつけるけど。あら、ちょっとお前さん、また来てるよ。よく来るねおい、休ませねえね。今度は誰、あれ、あの横丁曲がってきた、知ってるか、あの人。うん、あの三橋屋の旦那さんつってな。うん、あの人の好きなもの、三橋屋だけに三橋道屋が大好きなの。なんたって朝から晩まで三橋道屋の歌ばっかり歌ってる。近所の人がもう呆れてね、付き合ってくんなくなっちゃってるんだ。うん、いいやいいや、なんか向こうで言うまで。あ、それからな、後で踊るような歌が出たらお前そこで踊れ。踊りは花屋に糸行き車中かなんか。まあいいから。こんばんは、ハツさんや、私だ、いるんだろ、ハツさんや、三橋だよ。聞こえてんのかい。呼んでいる、呼んでいる、怖いお顔の駆け取りが、裏ぶれの暮らしする、八五郎呼んでいる、バカな俺だが、あの駆け取りの呼ぶ声だけはおい聞こえるぜと。こんばんは。何がこんばんはだよ。私が好きなも、あのね、そんな手には私は乗らないんだよ。今ウォーキンと会ったよ、あそこで。あそこは手ごわいから気をつけろよと言ってた。このことなんだ、これな。私は他の人とは違うんだから、勘定払ってもらうよ。勘定払わなきゃ私はここで暴れるよ。駆け取り騒ぐ押しの暮れ、五条なことをなぜ言うの、映画も見ずに寄せゆかず、仰げば寒い大晦日か。あのね、こういうものはね、お互いがいい気持ちにならなきゃ。自分一人で2曲も歌ってずるいよ。少しは私をいい気持ちにさせたらどうだい。大変長らくお待たせをいたしました。おいたる者には過ぎにし青春の郷愁を、和光土には呼べどいにて再び帰り来たらぬ古の幻を。では三橋の旦那、昭和31年の哀愁列車を歌っていただきましょう。ジャンジャンガチャチャーン、ジャガジャガジャンジャーン、ジャガジャンジャージャジャンジャージャチャチャララララ。いい加減にしなさいよ。また長屋の人も手拍子なんかして。弱ったねの。そんな前奏なんかやれたってダメだよ。その手は食いません。チャラチャンチャーチャチャンチャーチャチャチャララララ、チャンチャララチャララチャラチャチャララララチャチャチャララチャチャララチャガチャチャチャ。はい、惚れて惚れて惚れていながら行く俺に旅をせかせるベルの音。釣られて歌っちゃったじゃないか。こんなもの持たしてお前さん払ってくんないとは本当に私は困るんだよ。そうですか、じゃあ旦那だけ払いましょうか。何、払ってくれる。ええ、他の人には払いませんでしたけど。払ってくれんの。払ってくれるなら私は嬉しいね。嬉しがらせて銭はない。終わり。早かったね今度は。お前が勘定払わないとうちは赤字続きで困るんだよ。そうですか。ああ、うちの帳面は真っ赤っか、はっさん意地悪知らん顔、ほいのほい、暮れには必ず払うって。
おいらを騙して払わないハッツァン、お前はバカチョよ、ほいほい。口が悪いね旦那を。ねえ、なんとか待ってもらいたいんですがね。そうかい、じゃあまあね、私もいつまで歌っててもキリがないからそろそろ肩つけるか。そうですか、待ってくれる。ああ待ちましょう。じゃあ春には何とかしておくれよ。すいませんね三橋の旦那、ハッツァン名残は尽きないね。名残惜しいはお互いさ、涙は角でに不吉だよ。あ、バッシャコンが取って取ってせかすから、あ、握った手と手を離すべや、あ、別れは全く辛いもの、泣いたって泣いたって、あ、すかたなかんべさ、さいならと。あら、おっか、踊りながら帰っちゃったよ。まあお前さん、私は借金の言い訳と忘年会と一緒にできたよ。こうなると来年から大晦日楽しみだね。お隣にも随分借金取りが来てるよ。 2,3 人こっち呼んでこよう。冗談言っちゃいけないよ。おなじみの掛け取りでございます。たくさんの拍手でお迎えをいただきまして、今度は落語でございますが、これからだん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 、寒くなってきます。暮れになってくるということになりますと、まあお酒がつきものですな。どうしたってこのお酒というのはなくてはならないもので、お酒飲む人花ならつぼみ、今日も酒酒明日も酒、なんてうまいこと言ったもんで、お酒にもいろんな情報があります。ああ泣き情報とか笑い情報、怒り情報、なんかね、鶏情報なんてのがあって、私に、ああそうですか、えい、お酌をありがとうございます、いただきましょう、えいえい、おたた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 、結構大変賑やかな方で、ついついお酒はどう過ごしてしまって、神さんにもうるさいことを言われるし、お医者様もね、慶心先生みたいないい先生が出てくるとは限りませんけれども、あ、お酒はやめた方がいいよなんて、あるんですな。いや、まあここは一つ心を鬼にして禁酒をしよう。でもな、自分の気持ちは自分が一番よくわかる。どうせ三日坊主に決まってんだから、そうだ、相手を神様にすれば自分に罰が当たるんだから大丈夫だろう。向こう一年間私は好きな酒を断ちます。どうか一つ何事もうまくいきますように。ガンガけして、間の悪い時はそういう時に限って仲間が誘いに来るんで、おい、ちょっと飲み行こうよな、あいい店見つけたんだよ、いや、おかみさんはね、おつだしね、この間お前に世話になったからさ、今日俺はごちそうしようと思って来たんだよ。仕事終わったんだろな、あこれから飲み行こうよな、あ飲み行こう。どうして昨日のうちに来なかったんだよ。ダメなんだよ俺、今日から酒飲めねえんだよ。どうしたよ、具合でも悪いのかい。いや具合はバカにいいんだけどね、俺酒絶っちゃったよ。おいよしなよ、お前好きなもの急にやめたらかえって体に悪いよ。立ったって、うん、向こう1年間一滴も飲まねえ。本当に神様にそんなこと言って、じゃあどうだよ、それ向こう2年にしてもらったら。白状なこと言うなよお前、1年だってどうだろうって心配してんだよ。2年ってのは乱暴じゃねえかよ。だからさ、向こう2年にして1日おき飲みゃいいんだよ。あそうか、それいいの、それこらいいこと聞いちゃったよ。じゃあ俺向こう3年にして毎晩飲もう。それじゃあ何にもなりませんけれども、で知らない仲同士でも間にお酒が入ると窮地の中になれるというのもお酒の持ついい力ですな。居酒屋かなんかでもそうで、縄のれんをくぐりまして中へ入っていくと、一人の若い男がカウンターでいい心持ちになって大きな声で歌を歌って、いい心持ちになっちゃったねおい。お酒飲むな、酒飲むなのご意見なれど、おいおいおい、
酒飲みゃ酒飲まずにいられるものですか。だがねちゃった、あなたも酒飲み飲みになってみやしゃんせ、よいよい、そやそっとのご意見なんぞで酒やめられましょうか。そこ姉さん酒持ってこいと。また一人陽気なやつがいるね。近所の人も手拍子打ってくれたりなんかして、若えのにお前いい歌知ってんね、古いの、久保幸恵のそれやっとん節だねこれな。ああいや気に入った、今度はうち遊びおいで、俺のうちは知見だから。ああそうすか、おじさんのうちはどこすか。うん、俺のうちはお前この店へ出てよ、左に曲がって突き当たり、今度は右に曲がって角から3軒目だ。ああそうすか、よかったらおじさんも私のうちいらっしゃい。私のうちはね、この店へ出て左に曲がって突き当たり、今度は右に曲がって角から3軒目の。よせよお前、それ俺のうちだよ。私のうちですよ。いや俺のうちだよ、私のうちですよ。おいマスター大丈夫か、あの二人、俺のうちだ私のうちだ、喧嘩になってるよ。ほっといてくださいよ、あれ親子なんですから。こういう家だったら安心でございますけども、これは昔のお話でございますが、あるお侍が二人、普段は仲がいいんでございますが、お酒の上で口論になってしまいまして、刃物三昧、相手の方が腕が勝っておりましたか、相手を切り伏せてそのまんま刀を持って自分の小屋へ戻る、ごろり横になって、さあ朝になって昨夜のことを思い出した、はあ、とんでもないことをした、えらいことをしてしまった、勾配を切ってしまった、殿様にも申し開きのしようがない、この人も落ちてる刀を拾うと自害なさって、さあこれを聞いて驚いて怒りましたのがお殿様。そりゃそうでしょう、お酒の上で自分の有能な家来を二人までも死なしてしまいました、酒は良くない、身を謝る、これから世の藩では一切酒を飲まんことに生かす、いやその方立ちばかりではない、世も飲まん、一同の者禁酒をいたせ。これを聞いて驚いたのが家中ののんべえ侍、それ以上にびっくりしたのが出入りの酒屋さん。そりゃそうでしょう、酒屋は一切出入り禁止になりました。で初めのうちは酒を飲むやつもいないんですが、だんだん時が経ってくると、少しぐらいならいいだろう、このぐらいなら分かりゃしないだろう、これがいけません、少しが少しで収まらなくなりまして、だん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 歯が効かなくなりまして、酔っ払って門をくぐるやつがある、ふら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 千鳥足、中には歌を歌いながら戻ってくるやつがある、これがまたお殿様の耳に入ったらえらいことになるというんで、重役がひそかに会議の結果、門のとこへ番屋をこしらえました。ここに役人を置いて通る人を調べました、ね、酒を持ち込もうとした者はきついとがね、ああ式を帯びた者も同じ罪が与えられるという、誰言うとなくここを禁酒番屋なんて噂が立つようになりまして、おやどうも近藤様、いやお屋敷は大変ですな、ご禁酒のお触れで、旦様お好きな方でいらっしゃる、近頃飲めなくてお寂しゅうございますな。いや飲んでおる、好きな酒だ、そう急にやめられませんわ。ああしかしな、屋敷で飲むわけにもいかんので、表で飲んで酔いを覚まして屋敷へ戻るという、何のために飲んでおるのか、近頃とんと見当がつかんような始末だ、その方の店もとばっちり受けて災難だな、もう手前どもはお屋敷の皆様を当てにしておりますんで、いつまでも出入り禁止が続きますと誠にこちらも困りますが、いやそう長いことは続くまい、殿もお好きな方じゃ、うん、実はな今日も飲もうと思って小屋を出てまいった、すまん一生ついでくれ、お土産に、いやこの場で飲んでまいる、いえそれ困るんでございます、商売ですからたとえ少しでもお売りしたいんですけれども、ご重役からきついお差し止めで、家中の者に一滴も売ってはならんということで、いやそれは承知しておるな、その方の店に迷惑のかかるようなことはせん、これから他行って飲み直すのであるからな、良いではないか、一生ついてくれな、幸い表を通る者もおらんな、早くすげ、一生継げ、無理に継がせると並々継いだ一生ます、
口の隅にあてがうとキューッ、はあ、相変わらず見事な飲みっぷりでいらっしゃいますな。息もおつきになりませんな。とんとん夢中だ。味もよくわからん。もう一升すげえってんで、ね、よほど強い人で二升飲む。いや、おかげをもって良い心持ちと相なった。近頃もって甚だ無心であるがな、番頭。この酒を夕景までに御殿の小屋へ一升届けてくれ。久々に寝酒に用いたい。冗談じゃありませんよ。ここで飲んでいただくのさえおっかなびくりでございます。門のとこにあの番屋があるでしょ。あそこで調べられたらとても通れませんから。いやー、その方の才覚であそこを通れんことはあるまい。ああ、金銭に糸目はつけんぞ。いやー、お金の問題じゃございません。ええ、無理というもので。さようか。これほど頼んでもならんと申すか。ならんと申すのなら腰の者に物を言わせて。いやいや、そんな物騒なものを振り回しちゃいけません。いやー、なら確かに頼んだぞ。よいな、番頭。あ、もし本堂様も言っちゃったよ。あの旦那も普段はいい人なんだけどね、お酒が入るとガラリ変わってあんな無理難題をおっしゃるから困るな。番頭さん、届けてあげましょう。いい旦那じゃありませんか。本物の酒飲みなんですから、長年の付き合いなんだから。いや、それはお前に言われるまでのことはない。私だって届けてあげられるんならあげたいが、さっきも言うようにあの番屋で役人に捕まったらえらいことになるよ。え、ですからね、私にちょっと考えがあります。この酒屋のなりじゃいけませんから、向こう横丁に梅月堂って菓子屋がありますが、ええ、あの菓子屋で近頃新しく売り出しの南蛮トライのお菓子があるそうで、ええ、カステラとかなんとかいう、あのカステラの檻の一番大きいのを買ってきまして、で中のカステラはこっちに出しとく。でこの檻の中にゴンゴウドクリを2本忍ばして蓋をして水敷をかけて風呂敷にくるんで、カステラでございますって持ってきゃ分かりしませんよ。金銭に糸目はつけんって向こうで言うんでしょ。だからカステラのお代も旦那からいただいて、で残ったカステラはお店の皆さんでお茶を入れていただくという。お前そんなうまい具合に行くか。ええー、行きますとも、私がうまくやってきますから。ってんでこの男がすっかり菓子屋の支度をいたしますと、お菓子の檻の中にゴンゴウドクリを2本入れて蓋をして水敷をかけて風呂敷くるんで、お願いでございます。どれ、いずれやばいよ。近藤様のお小屋へ通ります。近藤氏の小屋へ。何者じゃ。向こう横丁の菓子屋でございます。カステラのご注文でございますんで持参をいたしました。おお、カステラを。ご同略聞きましたか。家中切手の酒飲み近藤が酒を止められた途端にカステラを食うかな。人間変われば変わるもんでござるな。菓子屋か。はい、失礼して通ります。いやー、待て、役目の手前手落ちがあってはならん。一応中身を取り調べる。その包みをこれへ出せ。いえ、これあのカステラ。カステラは分かっておる。役目の手前じゃ。出しなさい。ああ、さようですか。これご神物用でございますので、今ここでこの水敷をほどいたりなんかしましても後で困るんですが。何？神物？使い物か。そうであろうと思うたら。酒飲みの近藤がカステラを食うわけはないと思うたが、うんうん、ああ神物だそうだ。それならば改めるにも及ぶまいな。うん、ああ、わかった。持って通ってよいぞ。え、良いから持ってまいれ。ああ、そうですか。いえ、もう間違いなくカステラなんですから。ええ、ありがとうございます。よっ、どっこいしょ。待て待て、菓子屋。いや、あの近藤夫人の声は分かっておる。今檻を持つ際に何か妙なことを申したな。どっこいしょ。カステラがそんなに重いもんではない。いやいや、これは私の口癖なんでございます。ええ、何でもどっこいしょなんです。朝目が覚めたらどっこいしょ、おまんま食べたらどっこいしょ、はばかりしゃがんでどっこいしょ。何を申しておる。出しなさい、その包みを。出せと。油断も隙もなりません。まるで重みが違う。控えておれ。水敷はこっちがほどく。控えておれよ。ただいま中身を
なんじゃこのとっくりは。その方最前カステラと申したな。とっくりの中に入るカステラがあるか。今度できたんです。うちの店で新しく売り出しの水カステラと申しました。水カステラ、たわけたことを申しよって。モンバー、湯飲みを持ってこい。いや、大きい方がいい。控えておれよ。役目の手前じゃ。まことカステラであればそれでよいが、偽りを申すとその分には捨てようか。控えておれ。ただいま中身を取り調べ。役目の、役目の手前じゃ。いやあ、久方ぶりの水カステラ。ご同役、いかがですかな、水カステラは。良いとこよ、気がつかれたな。ああ、いや、かたじけない。あ、ではこれな。いや、恐れ入るな。いや、ああ、いっぱいだな、こりゃ。口の方からお出迎えで行こう。いやー、結構な水カステラでござるな。御意に召しましたが、拙者一向に味がわからんので、湯飲みが空いたらお貸し願いたい。控えておれ。まだ調べがつかん。商人なぞと申す者は愚かなものでござるな。こんなこと言って持ってまいればわからんと申し、実にどうも水カステラとは抜かしおった。こら、かようなカステラがあるか。あのここな偽り者、立ち返れ。ごめんなさい。どうしたい番頭さん。行ってきました。いや、行ってきたのわかるけど、うまくいったのかい。はじめトントンとうまくいったんですがね、ちょっと口滑らしちゃって包みしたくられちゃって、湯飲み、もう中のね、この重みが違うってんでね、ガブ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 煽って、あげくの果てにあのここな偽り者、立ち返れってから、ごめんなさいって。なんだよ、冗談じゃないよ。じゃあ役人に一生ただ飲まれたのかい。番頭さん、今度私が行ってきましょう。まあまあいいよいいよ、届けなくても。いや、松丼みたいにね、檻に入れて隠したから帰って怪しまれたと思うんですよ。私は今度ね、とっくりのまんま大手振って通りますよ、いや、それには訳がある。私はね、今度油屋になりますから、油どくりに酒を入れれば油も一生酒も一生、目方に変わりはねえんですから。油飲むやつはいませんよ、大丈夫ですって。私がうまくやってきますから任しといてくださいって。この次の男がすっかり油屋の支度をいたしますと、油どくりにお酒を仕込んで、油の染みた線、油の染みた荒縄で首っ玉いわくと、お願いでございます、おれ揺れ参る。近藤様のお声。近藤氏の声や。何者だ。向こう横丁の油屋でございます。油のご注文で持参をいたしました。そのとくりをこれ出せ。え、とくりをこれ出せ。いい、これ油、油とくりは分かっておる。最前の水カステラの手前もある。役目の手前じゃ、こっち出しなさい。よいから、こっち出せと申す。控えておれよ。ただいま中身を取り調べる。まこと油であればそれでよいが、偽りを申すとその分には捨ておかんぞ。控えておれよ。ただいま、あれ、ご同役、手がネチャネチャいたすな。これ油どくりには違いがないが、いや、油断はなりませんぞ。控えておれよ。今中身を、ご同役、水カステラと同じ匂いがいたす。
控えておれ。ほら、かような油があるか。あのここの偽り者、棒縛りにいたしてくれる。ごめんなさい。おいおいおい、どうしたんだい。もう私が行きゃトントンと。偽り者。なんだお前も偽り者。冗談じゃないよ。まあ酒の番をする役人に偽り者まで言われて、二升もただ飲まれて、私はこんなバカな話は聞いたことがない。番さん、今度私が行きましょう。ああおよしおよし、お前が言ってごらん。三条だよ。冗談言っちゃいけませんよ。そんなね、侍に偽り者まで言われて、商売物の酒二升もただ飲まれて黙っちゃいられませんよ。悔しいじゃありませんか。今度私はね、敵討ちに行きますから。帰り討ちになりっこねえってのやるから。大丈夫です、心配いりませんって。私は酒なんか持ってかねえんだよ。何持ってくんだよ。しょんべん。何？いや、しょんべん持ってくる。バカなこと言っちゃいけない。そんなことしたらお前偉いこと。大丈夫ですって。私はね、しょんべんをしょんべんですっつって持ってくんだから。嘘偽りはねえんですからね。やるやらねえは向こうの勝手なんですから。悔しいから野郎にしょんべん飲ましてバカなこと言っちゃいけない。ダメ、やめときなさい。いや、もう敵討ちですからってんで、若い連中も腹立ち紛れで寄ってたかって一生どくりしょんべんを仕込みました。こいつ線をして首玉荒なで言わくと、お願いでございます。うわー、見えまいる。近藤様のお声通ります。なんやお前、近藤うちの子や。後藤役また来たよ、証拠にもなく。なんだ貴様。ええ、手前向こう横丁の向こう横丁のお稲荷さん。何？いいえ、あの運命屋でございます。何や、しょんべん屋です。しょんべん屋。ご同役聞いたことあるか。あんまり聞かぬ屋でござるな。なんだその方のその下げ取るものは。ええ、これしょんべんのご注文で。バカ者は。世の中にしょんべんを注文するやつがあるか。いや、なんでも松の肥やしにするんで上等なのを一升持ってこいと。バカ者は。何を申す。出せそれ、こっち出せ。ああそうですか、出せと言われなくても出すんでございます。まあお間違いのないようにごゆっくりお改め。余計なこと言うな。司会取れ、司会取れ。笑うなこのバカ者も。何がおかしいか。役目の手前、手落ちがあってはなら、一応中身を取りと。ご同役、どうやら今度は缶をして持ってまいったようでございます。いや、缶でよし、また冷やでよしじゃ。司会取れ。いつだりもの帽子までできたの。え、まことしょんべんであればそれでよい。いつより思うつもりで、帽子もただおかんが。司会取れよ。役目の手前じゃ。今中身を取り調べる。ご同役、毎度お先で恐れ入るの。この度もお先、すぐそっち回しますからね。司会取れよ。今中身を取り調べ、だいぶ泡立っとるようでございます。これは酒のショーが良くないかな。うん、まあまあまあ、泡なぞ驚くもんじゃないよね。司会取れ。今中身を取り調べる。役目の手前で、も。けしからんかようなものを持参いたしおって、
いや、ですから私は初めから小便だとお断りを申しております。小便分かっておる。あのここな、正直者めが。野郎に今上がる前に何やるんだってから、じゃあ真田小僧をやらせてもらいますってから、うーんって、酒までやんのかったら、とても無理です。もうそういうことを言うやつは二つ目にはさせないというね。早速小三治師匠に電話することにして、俺はもうそういうことはすぐにことが運びますからね。まあね、一番嬉しい時で、何たってみんなそこを通過して、何とかなろうってんで行くわけで、今まではもう雑用一切、寄席行っても初日行ってもそうなんで、でそこから解放されるその喜びというのは、やったやつでなきゃわからないわけでして、で当然ね、雑用のうちはみんな手が欲しいわけですから、もう引きも切らないわけです。俺の会へ来てくれとか、こっちの落語会でちょっと、講座返しよう、ちょっと旅になるけどこっちなんて、もうまあ休みなんかないです。そうして、日々、5年ぐらいね、で2つ目になるといよいよ柔らかいものは切られるしね、羽織は切られるし、紋付きは袴はね、出囃子も自分で好きなのつけられるとか、もう嬉しいったってなんたって、あの羽織ができてきたらもう自分のうちでね、もういつももう着せかけてたのを自分が着られるようになって、帯じゃねえ、この紐どうやって結んだらいいのかしらとかね、はい、で鏡の前で一生懸命で、落語の稽古はしないんです。こう羽織を脱ぐ稽古ばっかりしてね、おしゃべりながらうまく脱げるかしらなんて、くだらねえ心配をすることはねえんですけど、これみんなやるんですな。でこれに気を取られると落語は間違えるしね、あんまり落語ばっかり夢中になってるとこれで最後まで脱げないね、もう来たからには脱がなきゃというふうにね、思いますから、これでこれなかなかね、何気なく脱ぐのは非常にこの難しいもんがあるの、これもまあ慣れるまでには 2,3 年かかろうと思いますがね、まあそんなことをしながらなんとかかんとか話からしい形になって、行って、お客様もね少しずつ納得してくれるようになれば、まあそれでいいわけでね、名人上手になれとか、爆発的、人気者になれとかね、マスコミで売れてなんて、それはそうなればそれでいいですけども、別にならなくたって、来てくれてるお客さんの前で、そのお客さんが、ここへ来てよかったなと思えるだけの話し家になってくれれば、もうそれでいいわけで、高望みもしないことにしております。私高望みなんかしません。自分が紅白歌合戦に出ようかとかね、そういう馬鹿げた了見はもう持たないことにしております。それにしちゃロビーで CD を売ってるじゃないかと、あのジャケット写真は何だってね、弟子に小言が聞かなくなるわけです。あれはあれでございましてね、これはこれなんでね、よろしく一つ、お客様が頼りでございますけれども、まあ大体この話し家になると「いの一番」という話がありますがな、八っさんに熊さんなんて、よくこんな話をしますが、相手をすんのが横丁のご隠居さん。ご隠居さんたってね、まあ名前が何というか、いくつの人なのか、どういう家族構成なのか、そんなことはもう誰も知らないんですが、横丁に住んでるご隠居さんですが、どうしたい八っさん、こっちお上がり、ちょいちょい顔を見せてくれなきゃな、私も寂しいよ、来たかったんですがね、ちょっとこのところ仕事が忙しくてね、これは言いませんでしたけども、今日はいい塩梅に半地区になりましたんで、こういう時はねすらっとうちに帰ったってしゃあねえんですよ、隠居のところ行って、まあ無駄っ話の一つもしようかなってんで来ましたがね、そうかい、愛縁奇縁だな、私とお前とは年は親子ほども違うがな、なんだか一日に一遍はお前さんの顔見ないと心持ちが悪くてな、俺
いや、隠居もそうですか。あっちもそうなんですよ。日に一度は隠居の神ねとね。どうもね、心持ちが悪いかい。いや、通じがつかねえんでね。嫌だよ、人の顔で通じをつけちゃう。くだらねえ顔だからね。またそんなこと。まあお茶が入ったよ、ね、そちゃだがお上がり。すいませんね、いつも隠居んとくるところそちゃもらうんだがね。方々で飲みますよ、そちゃ。でも隠居んとこで出るそちゃが一番うめえね。安くねえでしょ、このそちゃは。だって飲んでうめえそちゃってのはそうはねえですもん。隠居んとこのそちゃはいいね。立派なそちゃだな。なんだよその立派なそちゃっての。粗末なお茶でございますとへりくだってんのが分かんないかい。あ、そうなんですか、そちゃってのは粗末なお茶のこと。はあ、なるほど、言葉詰めたんだ、うまく詰まりやがったね。うん、じゃあ隠居の敷いてんなんだ、粗座布団だねえ、粗し鉢粗鉄瓶が乗っかってんね。おまんなんだ、粗じじいだね。んなんだい粗じじいって。粗茶菓子はまだですか。ああ驚いたな、お茶菓子の催促かい。せっかくだから好きなもの出してやろう。うん、何でもそう言ってごらん。そうっすか、ちょっと腹が減ってるんでね、天丼一つお願いします。お茶菓子に天丼出す人はいないね。どうだい、羊羹。羊羹ダメ。嫌いかい。いや嫌いじゃねえんですがね、どうもね、若いもんのくせにだらしがねえんですよ。育児がねえって笑わねえでくださいよ。いくらも食えなくてね、10本も食うと。いや誰だってそんなに食いやおかしいよそれ。お前不思議なことを言うけど、まあゆっくりしてきな。足もそのつもりだがね、こねだ若い連中が集まりましたら、中で隠居の噂が出ましてね。噂という字は口辺にたっとぶと書くがな、あんまりたっとんだことは言わないんだな。うん、どんな話だった。どんな話だってね。あそこの隠居、うん、どうした。いやいつもいいもの着てうめえもの食ってるよ。うん、そうだな、隠居だから。うん、だって仕事してねえんだよ。うん、そうだ、このご時世に仕事もしねえであんないいもの着ていいもの食っておかしいんじゃねえか。そうだな、おかしいな。うん、ああいうな、きっと夜になるとおーやってんじゃねえかな。そうかな、そうだよ、そうか、なんてね。何を話してんだお前たち。私が一体何してるってん。いいですからね、いつもいいもの食ってうめえもの食って仕事をしねえってのはおかしいでしょ。だからまあああいうのが夜になるとどうどうやってんだろうなんて、ね、なんかそこんとこに来るとそのはっきりしない、はっきり言ってごらん。いいんですかね、言っても言えってば言うんですがね、みんなが言うんですから怒っちゃうですよ。あ、違うんじゃねえんですからね。あそこの人気はね、夜になると泥棒でもやってるんだろうなんてね。あのね、お前は他の人とは違うだろう。私のところへちょいちょい遊び来たりなんかして、ね、愛縁起縁か何か言ってんだから、そらそんなことはありませんって。他の人とは違うんだから、こう間へ入って取りなすとか取りなさなくてもさ、そのかばってくれるのがお前の役目だろ。そりゃそうです、俺は言われるまじゃありませんよ。黙ってませんよ、隠居のことを泥棒だなんて言われたからね。ふざけんなてめえたち、本当にもう何を言ってやんだ嘘。あのね、噂だって言っていいことと悪いことがあるよお前。あそこの隠居は泥棒だとこの野郎。あのな、泥棒なんかな3年前にきっぱりやめたよ。じゃあ私が3年前やってたようだよ。やってたね。やってませんよ、どうも。どうしてそう心細いかな。お前方と違ってな、私は若い頃遊ばなかった。うん、一生懸命に働いてわずかばかりだが身代ができたんで、それをせがれ夫婦のとこに譲ってるから、こうして楽隠居ができるんだ。うん、どうやって食ってんです。だからせがれんとこから分米をもらってるんだよ。なんでその分米ってな。分米ってな、まあ、字で書きゃ分かるだろ、分ける米だ。あ、せがれさんとこからね、米分けてもらって、あ、分米、あ、分ける米が分米。じゃあ分けねえ米はやるまいね。もう食っちゃったらおしまいだね。何そういうね、嫌いになれないねお前ね。おしまいなんてね、いいね、いいんすか。ブラブラしてるってと退屈でしょ。なことはないよ、私にも道楽があってな。隠居の道楽って何です。うん、私は若徘徊が好きでな。バカにハイカラってんですか。いや、ハイカラじゃない、徘徊。ああ、そうですか、
あれ好きとか嫌いとかあるんですか。いやね、よく聞きますよ、隠居暮れの年になるとね、自分じゃそのつもりはねえんだけどね、町内ぐるっとね、あのね、私が言う徘徊はね、そのありそうな徘徊じゃないんだよ、俳句だ。なんで俳句ってあれですか、俳句、あの初雪やっての、うんうん、初雪や、トンビ転んでカッパの屁ってのね。いや、そう、トンビは転ばないけど、お前さんも初雪やなんてとこ見りゃどっかで吐いたことがあるかい。え、いやいや、どっかで吐いたことがあんの。そらまあね、まあ、あることありますよ。偉いな、どこで吐いたい。駅の裏なんですよ。変なとこで、いや、変なとこったって飲みすぎてましたから、あの晩、もう電信柱4日かかって。あのな、私がどうしてそんなことを聞くんだよ。俳句をやったことがあるかというの。あ、それですか。いえ、それはねえねんですけどね、紙どこ行くと親方真ん中にしてやってんですよ、みんな。なんだかね、長っぽそい紙なんぞ持ってね、ぐんでね、筆かなんか持っちゃって、こんなになってこう考えて、うーんってこう、一人の人が、できましたなんて言うと、伺いましょうって、初雪や、目の足跡犬の鼻かなんか言うとね、周りの人が、うまいねーなんてね。どこがうまいんだよ、それ。それ言うんだろ、お前、初雪や犬の足跡梅の花だろ。梅の足跡犬の花と、お前どんなもんが出来上がるんだ、そら。剣去ってバイカを残し鶏飛んで紅葉を散らすな、風流だね。その風流ってのね、私もやってみてんですがね、ああ、お前さんのようなガサツな人が風流の道をわきまえるというのはいいね。おのずと心に落ち着きも出て結構なもんだよ。あ、そうですか。結構ったって難しいんでしょうね。それはまあ難しいんだが、あんまり難しく考えるとね、手も足も出ない。約束ごとだけちゃんと踏まえてやると、案外素人にいいもんができるってことはあるんだ。あ、そうですか。約束って何です。まあいろいろあるが、何たって五七五だな。この十七文字だ。この中に自分の見た様、感じた様、気持ちを素直に読み込むわけだ。何々や、何が何して何とやらと。朝起きて顔を洗って飯を食うなんてね。なんだよそれ。いや、見た様、感じた様を素直にね、飯食った、腹が朽ちくて嬉しけり。なんだよ嬉しけりって。その本能のままのことを言ってもダメなんだな。そこへ季語が入らなくちゃいけない。季節の言葉を入れるのが俳句だ。分かりやすく言えば、改まの春、お正月ってことになると、まあお供えとかな、それから松飾り、子供の遊びでもたこ揚げとか駒回し、こういうのは季語になるし、2月は梅の花が咲く、3月はお花見で桜といったような塩梅だな。それを入れるんですか。1月が松で、2月が梅、3月が桜、あら、じゃあ4月は藤でしょ。おう、で5月がやめてね、6月がボタンとくれ、7月は萩だよ。やれ、8月は坊主で。なんだよその坊主。そりゃお前花札だがな。でも花札もな、あら、1年をそうやって草や木や、花で表すところは俳句に似てるな。梅桜ってどうでしょうね。綺麗だねこれ、梅桜。藤を引いたら株になるってのね。まあ大いちょう株だよ。そういうもんと一緒にしちゃいけない。有名なの知ってますがね、なんか古い小さい池があったところへね、カエルが飛び込んだんですね。ただこう、ポチャンって音が、しましたよとかしませんとかいうような、なんかそういう、俳句あるでしょ。お前の言いたいのは、古い池や川津飛び込む水の音、それそれ、知ってんですよ私は。それからあのね、トンボ取りに行ったやつがずいぶん遠くまで行っちゃってね、きゃあ遅くなっちゃったななんていうようなのをね、トンボ釣り今日はどこまで行ったやらか。あ、それね、よく知ってんです。それからあのね、夏のことでね、夜中に目覚ましてみたら蚊帳の中が広かったとか狭かったとかいうようなね、起きて3つ寝て3つ蚊帳の広さかなか。ああ、それ、それからあの朝顔のつるが井戸に巻きついて、お前一つぐらいまともに覚えてないのかね。弱ったね、これはどうも。
朝顔に鶴で取られてもらい水というな、これも加賀の千代だ。ああいいね。それの足もね、やってみてんですけど、やっぱね難しいやこれね。で何ですか、ねさっきあの花札の話、戻るようでなんですけどね、坊主が出ましたよ。その前ね、花やらその草やらね、それは分かるんで、あっしはね、坊主ってのはね、どうも未だに分からなかったんですがね。坊主が分からねえかい。あれ何なんです？あれはすすきを表すんだ。あ、すすき、なるほどね、書いてありますね、あのすすきね、絵に。へえへえ、そうですか、坊主って月のことをね。それでそういうのかと思ったら偉くなっちゃったね。すすきを8月ね、で9月が菊で、じゃあ10月雨ってのは、あら柳だ。あ柳、ああそう、あそこへね、やっぱカエルがなんか書いてあるもんね。柳飛びつく、おのんの豆腐ですか。じゃあ霧は、それは霧だよ。あ、これはくだらないこと聞いちゃったな。じゃあ任天堂ってのは何をくだらねえことを言ってんの。そんなこと心配することはないんで。そうですかね、やっぱりね、いきなり素人にはちょっと難しい。あのね、今日はちょっと頭こしらえてくださいよ、ね、頭だけ決まりゃあたこう流れるようにいきますんで。そうかい、じゃあお前さんさっき言ってたな、北国の方じゃそろそろその噂も聞くよ、初雪なんてのはいいだろ、初雪や、あと何が何して何とやらと、続いてごらん。ああそうですか、じゃあ頭が初雪や、何が何して何とやら、見た様感じた様ね、じゃあ初雪や、初雪や、方々の屋根が白くなるってのなんだいそれ。いや見た様感じた様でしょ。いやそうは言ったってさ、そこに色気をつけなくちゃ。あ色気をね、初雪や方々の屋根が赤くなる。いや赤くはならないが、そこへ色気というのはそうだな。初雪や今朝の茶殻の捨て所、初雪や瓦の鬼も薄化粧とな、このぐらいのこと言っとくれ。はあなるほどね、瓦の鬼も薄化粧、そんな顔してよく言うね。そうですか、で初雪やしょんべんすると黄色くポツポツ穴が開くっての、氷レモンによく似てるってのダメだよ。似てるけど、そうですか、似てるけどダメかね、じゃあもっとはっきり色をつけましょう。初雪や一番目立つインド人って怒られるよそんなこと言ってると。初雪や狭き庭にも風情ありとな、隠居んとこ庭があるからね、そういうこと言えんだよ。初雪や俺んとこには庭がねえってくれだから愚痴をこぼしちゃいけないよな。初雪やせめてスズメの三里までと。はあ三里ってあの膝小僧の下のね、お灸据える壺のあの三里、何スズメの三里って、なんだいスズメの三里って、これこんなもんだろこれ。そう威勢の悪いこと言わないでくださいよ。雪は法然の貢ぎでしょ、どっさり降るとね、それだけ法然なんだから。足だったら初雪や、お前だったら初雪や、キリンの首の潜るまでって、ずいぶん降ったなそら、カバフトの雪ですからね。カバフトの雪はいいけどね、雪が降るとこにキリンがのそのそ歩ってるってちょっと考えりゃわかるがな。そこね、考えないでやるとこが私らしいとこで、まあその通りだな。なんかもっとありませんかね、初雪や草履を履いて隣まで、初雪や長靴履いてカムチャッカまで、そんなとこまで行くことはない。初雪や二の字二の字の下駄の跡、なるほど、へえ、あそれか、見た様感じた様ってのはね、初雪や二の字二の字の下駄の跡ってそのまんまだけどいいね。じゃあ私はね、初雪や一の字一の字一本歯の下駄の跡って、ずいぶん逆らうね。なんだいそれ。いえいえ、高尾の山から雪の日にね、天狗様が羽打ちを持ってね、さーっとこうね、で天狗様の履いてるあれ高げたね、一本刃ですもん、一の字一の字一本刃の下駄の跡、あえて二の字と言わないところが涙を誘うね。誘わないよそんなもん。
くだらなすぎるやん。そうですかね。初雪や馬の足跡おわんかな。バカバカしいね。初雪や草履の足跡大きなコロッケかな。おお、大きなコロッケかい。初雪や竹馬の足跡穴かな。穴かな。初雪やタコの足跡藤の花ってん。後から後から、まあ複雑なものをこしらえるね。初雪やタコの足跡藤の花かい。情景が浮かぶでしょ。浮かぶかね。でも私は雪の日にタコが表歩くとこ見たことない。まあ無理だな、うん、じゃあ初雪や大坊主小坊主おぶさって転んで頭の足跡お供えかな。長いよそれ。何なんだよ。雪の日にね、大きな坊さんと小さな坊さんがね、おぶさったままスーンと転んじゃったんだね。だからこの頭の足跡がお供えみたいだって。どうして頭に足跡があるんだよ。お前のその気持ちが私にはね、理解ができないんだ。第一ね、何々やと言って、また金で切るってのはこれはね、二段切れだな。約束にないことだ。あ、そうですか。難しいね。初雪や、これが塩なら金儲けってどうです。おうおう、何、初雪やか、うん、これが塩なら金儲け。ちょっとこれな、うん、川柳に近いようだが、しかし季語も入ってるし、うん、皮肉でいいね、お前さんらしいや。ああ、そういうのならいいんだよ。あ、これいいんですか。ああ、結構だよ。早く言ってくださいよ。こういうんだったらいくらもできますよ。できるかい。初雪やこれが砂糖なら金儲けって。うん、初雪やこれが綿なら大儲けと。初雪やこれがうどん粉なら大儲けと。初雪やこれがセメント。いい加減にしなさいよ。まったく、まあ欲の張ったこと言って、欲を離れてやってごらん。欲を離れて、欲を離れて初雪や、うん、欲を離れて初雪や、お金が落っこってても拾わねえって。無理に離れることはないんだよ。初雪やあれも人の子たる拾い。ああ、昔は貧乏なうちの子供がな、ああ、雪の降る朝に醤油だるを拾って集めて歩くなんてな、物悲しくて哀れで結構だな。ああ、哀れってのはいいんですかね。風流の道に哀れはね、うん、初雪やあれも人の子たる拾い。今私がやったろ、誰の気持ちも変わらないと。やったやつはダメだがな。雪を雪と言わずに雪を表すなんて技もあってな。猿飛んで一枝青し峰の松と。どうだい。はあ、なるほどね。雪って言葉は出ませんがね、猿飛んで一枝青し峰の松。お、なるほど。うん、いいね、うん、じゃあ私もやりましょうかね。そういうのできるかい。松の木にといきましょう。松の木にカラス止まって夜つもり、飛ぶとこ見ればやはり戻りのカラスなりけり。桜の木にイチョウの木、おやおや、ちょいちょいゆであずき。なんだかわけがわからなくなったよそれ。何のこと言うんだ。いや、松の木にねカラスが止まったんですね。でそこに夜雪が降ってね積もっちゃったんだね。で街ロケでよくわかんなかったんだけど、飛ぶとこ見たら、あ、やっぱり元のカラスだったんだなということを表す。表すにしちゃなんかいろいろついてたよ。桜の木にイチョウの木は、そばにあるからつけたんです。ゆであずきは足が食いてんだよ。お前さんのそのね、どうしてそうかね。まあいきなり食え入ろうとしたのもな、これも間違いだよ。それだけ難しいってことなんだからな。どうだい、リン回しなんてのはお前さんの口ならしにもなってよかろうじゃん。林町の林林平さんって方がこしらえたそうだ。リンで始まりリンで終わりになるというな。例えばこういうやつだ。凛凛と凛と構えし別荘の奥でゆかしきことがころりんと。どうだい。ああ、それを凛回してんですか。へえ、面白いね。凛凛言っててまだあります。凛凛と凛とそったる粉ぎなた、一振りすれば敵がちりりんだ。はあ、いいね。まだありますかね。凛凛と凛ずや主の振り袖を娘に着せてびらりしゃらりんと。はあ、綺麗なもんだね。じゃあ足もやりましょう。できるかい。凛凛と凛凛と
リンズや質は高えから地盤の袖は安いモスリンってんだ。うまいね。俺はなかなかすぐそうできるもんじゃないよ。リンリンとリンとなったる電話口、話が済んで元へチリリンだ。はあ、音がしてましたね。じゃあリンリンと臨機喧嘩はそんなもの、夜間にしりんガシャリピシャリンって。これはまた面白いけど大変な音がする。リンリンとリンと咲いたる桃桜、嵐に連れて花がチリリンだ。ああいいね、嵐に連れて花がチリリン。じゃあ明日その続きをやりましょう。続きができるかい。リンリンと、リンリンとリンゴや桃の実がぶらりんって。私が花を散らして即座に実を結ばせるなんざいいね。リンリンとリンゴや桃の実がぶらりん、さも欲しそうに立ってキョロリンってな。じゃあ後がいけないな。リンリンとリンと鳴いたるスズムシの軒場に吊るす赤い風鈴。はあ風流だね。あっしゃリンリンとリンを鳴らしたよたかそばと、ただで食わせろあかんベロリンって。また始めた。どうしてそう暗い字が張ってるかね。リンリンとリンがもてくる時参り、戒名を添えて尺の妙輪、昔は時参りなんて物寂しいものがあってな。ああ物寂しいってのはいいですかね。風流の道だ結構だよ。じゃあ寂しいのやりましょう。寂しいの、リンリンと、リンリンとリン病闇は痛かろうと、我慢できずに医者にかかりんてんね。何を言ってんの。そういうのはダメだよ。何でもダメだっていうな。じゃあ本当にあった話はどうです。本当にあった話いいね。どんな話だい。リンリンとリンリンとリンを鳴らした競輪のって。なるほど。この間の土曜日あたりだな。行ったか松戸かなんか。そうか、これは威勢良さそうだ。リンリンとリンを鳴らした競輪の、銭を取られてうちへ競輪って。だらしがないね。雑敗というバカバカしい笑い。そういうわけでございまして、もう今度は落語でございます。まあ落語というのはこうやってお客様を前にこっちを向いたりこっちを向いたりしておしゃべりするだけですが、先日山形県のある中学校へ伺いまして、で生徒さんの前でやるという、これはもうなるべくこっちも笑ってもらいたいという気持ちがありますから、一つあの間抜け話で与太郎の出てくるあれよかろうと思って、一番最初こういうセリフなんで、そこ行くな与太郎じゃねえかいっつったら、全校の生徒が一斉にうわーっと笑うんです。まだ何にも面白いこと言ってないのに、私は与太郎を呼んだだけなのに体育館中笑いの渦 でその最中に次喋ったって聞こえませんから収まんの待ってた。でやっと収まったから、それじゃよかろうと思って、その次のセリフが相変わらず間抜けな顔してやんなこの与太郎ったら、またわーっと笑う。よく笑うなこの生徒はと思って、やってる間不思議だったんですが、終わって聞いたらそこの校長先生が高橋与太郎って名前だった。もう二度と呼んでくれないと思いますんで、えらい目に遭っちゃった。ですから私も反省してます。あれからこっちはもう今年も心を入れ替えまして、そういうことのないようにというわけで、お客様の前へ出たら必ずお断りをすることがありまして、落語の中に出てくる人物名あるいは団体名すべて架空のものでございます。どうぞそのおつもりで、陽気にお笑いを願いますが、お客様あっての商売というのは、我々もそうですし、お相撲さんね、初場所ってのもいいもんですがな、大体この秋田というところは米どころ酒どころ、そして相撲の盛んなところで、ご年配のお客様はね、照国さんなんて大横綱、もう本当の相撲人形のようなまん丸で綺麗なお相撲さんで、我々子供の時は、大関の清国さん、大体伊勢ヶ浜部屋の、力士が多いですかな、大体昔は相撲ってのは日本の国技だったんです。今はモンゴルの国技になってる。何
んとかもう日本出身力士も頑張ってもらいたいとこでございますが、今日はもう寒いとこ大勢様お集まりいただいたので、ね、なんかサービスに一つおめでたい相撲ジンクでも申し上げようじゃないかと、いやまあ大体もうのど自慢のお客様が多ございましょうけれども、これはまあ話し家のやることでご愛嬌というとこでな、おめでたく鶴と亀なんてんで最後にこう落語の小話のようにオチがあるというな、鶴さん亀さんでございますが、鶴と亀との縁談話を鶴さんが亀さんにプロポーズ、亀さんすげなく断った。そこで鶴さんの言うことにゃ、どこが嫌いで断るの、亀さん答えて言うならば、どこも嫌いじゃないけれど、世のことわざにある通り、鶴は千年亀万年、もしもお前が死んだなら九千年もわしゃ御家だ、それが悲しゅてよ、ああそありゃせぬよ、はあ、どすこいどすこい。まあこれがほんのサービスで、落語とは全然関係ないんですけれどもな、まあそういう具合にお客様があっての商売という、これがまあ共通のとこでございますが、落語の中に、お客様に関係のない話、これが出てきますが、いろいろあるんですが、一番先に出てくるのが泥棒の話なんで、これは関係ないんです、お客様に全く。それが証拠にはいくらこっちで泥棒の悪口をパーパー言ってましても、お客席でお一人ぬーっとお立ちになってね、ふざけんなこの野郎、俺の悪口ばかり言ってやんだこの野郎、俺は泥棒だなんてね、こんな方があるわけがないんで、何を言っても大丈夫なんですが、まあ落語人に出てくる泥棒というのは間抜けなやつが多いです。最後までちゃんと仕事をしようせたなんてのはありませんで、大概どっかで失敗をしてお笑いの種になるわけなんですがな、そこ行きますと歌舞伎お芝居、あちらはいい役者さんが泥棒の格好いい形でやりますな、白波五人男なんて、あの稲瀬川にずらっと勢ぞろいする、あれもまたいいもので、長いセリフがあるんですな、問われて名乗るもおこがましいが、我は遠州浜松在、一人一人ずっと生まれ育ちを発表していくんだ、でその最中に十点持った取り方が後ろでじーっと待ってんだね、早く捕まえちゃえばいいのにと思うんですが、なかなかそうもいかないようで、石川五右衛門が出てくるのがあの三門五三の霧という、絶景かな絶景かな、もう落語には石川五右衛門は出ませんで、石川五右衛門の子分で石川与右衛門とかね、でその弟分で二右衛門半なんて、中にはなし右衛門まで出てきて、おうなし右衛門おめえ本名なんてんだ、長十郎ってんです、なし右衛門で長十郎ってんの、おで一体いつやったんだ、二十世紀ですなんて、こういう間抜けな連中が出てきますが、浅草東京でございますが、この浅草の観音様に泥棒が入ったって話が、あそこはもう初詣でも大変な人が出る、はあ、お賽銭も定めし上がるんだろう、昼間のうちに当たりをつけておいた泥棒が夜になって忍び込んで賽銭箱を叩き壊したり、やばありがてえこんなに入ってたかってんで古式を広げてどっこいしょとしょい込んで裏から逃げりゃもう何事もないんですが、間抜けな泥棒ですから、あの表の中店の通りをトコ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 書いてる、夜ですから店は閉まってるんですけど仁王様が番をしてますからな、こんなやつを通すわけはない、とんでもねえやろなこの野郎、俺がいんの何だと思ってやんだ畜生、
どうするか見てやがれってと泥棒の襟首をぐいっと捕まえて目よりも高く差し上げてパッと手を離した。泥棒が四つん這いになったとこ、あの仁王様の何本あるかわからない大きな足で背中を一つグーッと押さえたもんですから、やっこさんこらえる拍子に下っ腹へ力が入っちゃった。微妙なお話で恐れ入りますが、大きいあいつを一発ブーん、くせ者くせ者仁王かなんて粋な話があるもん。大体落語の中の泥棒はこういうことと相場は決まっておりますが、おい新名ちょいとこっち来い。あ親分なんかご用ですか。なんかご用ですかじゃねえや、まったくおめえは締まらねえ顔してやって、仲間がそう言ってるぞ。見込みがねえから今のうち辞めさせて足洗わして仇に戻したらどうだってんだ。え泥棒辞めて仇になるか。いえ親分そんなことおっしゃらないでくださいよ、一生懸命やりますから、私もドジばかり踏んじゃいますけど、やります。ですからせっかく親分子分の杯いただいたんですから、もうちょっと置いといてもらいたいんで。お前がそうやってな真っ正直な気持ちに立ち返って泥棒に励むんなら置いてやらないこともねえんだが、少しは仲間が驚くようないい仕事をしてみろよ。親分の前さ、この間土蔵破りやりました。土蔵破り、はあ大きなことやったな。ちょうどね体が通るぐらいの穴こじ開けてね、中へさーっと入ったんです。そうするとね石ころがゴロゴロしてる蔵の中で、草がボーボー生えて、ちょっと上見たら星が見える。そりゃお前おかしいよ私もおかしいと思ってよくよく見たら親分の命だが、これが大笑いなんだ。なんだその大笑いってな、蔵だと思って入ったのはお寺の練り火切り破って墓場へ入っちゃったんだバカだねお前は、蔵だか墓だか分かりそうなもんだろ。それがあいにく暗くて分からなかったって。星を見てから気がつきましたよ、空見たことかって。何くだらねえこと言いやがって。まあどうしたんだよ。手ぶらで出ちゃ親分に申し訳ねえと思ったんでね、なんか持って帰ろうと思ってね、腹石灯は重いですけどもね、ひょっと見たら当場の新しいのがありましたんで、これ5本ばかり引っこ抜いてね、タン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 といい具合に6本を踏んでね、ついでに犬のクソも踏みました。なんでも踏めこの野郎、当場なんか取ったって役に立たねえだろ。いやそんなことありませんよ、新しいやつですからね、いっぺん削っときゃ親分に万が一の時すぐ間に合いますから。ふざけたこと言うんじゃねえこの野郎、お前はな器量以上の仕事をやろうと思うからやり損なんだ、お前自分の体に見合った仕事をしてこい。今日は空き巣を教えてやろう。空き巣ですか。空き地じゃねえんだ、空き巣だ。留守の家を探すわけだな。まあ夫婦で住んでる二人っきりの家だ。亭主はまだ仕事から帰ってこない、かみさんは夕飯の買い物だ、近所だからいいだろってんで戸締まりをしていかねえ、そこを狙うわけだな。しかし表から見てここが留守だか留守じゃねえかってのはちょいとわからないから、表からごめんくださいとかこんにちはと声をかける、中ではいと返事がなかったらいねえんだから上がって仕事しろ、落ち着いて仕事しろよ。あくだらねえものどっさり持ってきたってしょうがねえんだから、なるべく金目のものいいものをたくさんな。でもそうかといってなあんまり落ち着いてもいられねえんだ、近所なんだからすぐ人が帰ってこねえとも限らねえ。万が一おめえ見つかった時どうする。見つかったらですか。そりゃ私はもうガキの自分からね駆け出すのが早いね、足早いですからもうプーッと向こうにザーッとね、逃げちゃう、それがおめえのまずいところだ。まずいところって、じゃあ逃げちゃいけないんですか。その代わりな逃げ工場ってのあるんだ、覚えとけ。いいか、泥棒かなんか言われたらもうジタバタしちゃいけない。観念して盗んだものを前へ置いてな、前にピタリと両手をついて、誠に、申し訳ございません、実は家に帰りますと七十九になります、老婆が長の患い、薬一つ買って飲ましてやることができません、八つお頭に三人の子供たちが腹をすかして待っております、悪いとは思いましたが仕事にあぶれてしまいました、ほんの出来心でございますとな、涙の一つもポロッとこぼして哀れっぽく持ちかけてみねえな。お前向こうじゃ出来心ってんならしょうがねえな、今度だけは許してやろう。でも二度とそういう猟犬を起こすんじゃねえぞってんで見逃してくれるんだよ、うまくすりゃな。あこれはほんの気持ちだ、年寄りに薬でも買ってやってくれって、小遣いでも握らしてもらおうって寸法だ。はあなるほど、
じゃあの表からごめんくださいとかこんにちはと声をかけて、中ではいと返事がなかったらいねんですから上がって仕事をします。でもしはいと返事があったら、すいません出来心ですから勘弁してください。どうしてそこで謝るんだよお前、まだ何も取ってねえじゃねえかよ。取ってねえのに謝ったらお前帰っておかしいよ。そういう時はしらばっくれてなんか聞くんだよ。何でもいいよ、何丁目何番地はどの辺ですかとか、何や何兵衛さんって方をご存知ありませんかって、向こうで知ってても知らなくてもいいじゃねえかよ。ありがとうございましたって帰ってきゃ泥棒だか通りがかりの人だかわからないから。ああそうすか、えい、わかりました。じゃあ今度から逃げ工場っての心得てるからね、泥棒かなんか見つかったってねジタバタしねえんだ。盗んだものを前へ置いてピタリと両手をついて、誠に申し訳ございません、実は家に帰りますと八つの老婆が長野を患い、七十九を頭に三人の子供が、そらあべこべだこの野郎、間違えんなよ。えい、じゃあすいません、親分風呂敷の大きいの一枚貸してください。風呂敷なんぞどうすんだ。え、盗んだ品物を包んできますから。いいよそんなもの、向こうにある風呂敷使え。でもそれだとね、後で返しに行くのがめんどくせえから。どうして風呂敷だけ返すんだよ。いいよ取りっぱなしで。親分それは立ちがよくねえな。何を言ってやる、早く行ってこい。わかりました、じゃあ追いつけ通り。親分そろそろ空き巣に出かけます。大きな声すんなこれ、親孝行してんじゃねえんだから内緒で行ってこい。えい、ごめんください、ごめんください。おい隣からやるなよ、隣から町内離れろ。親分も隣は気がさすんだね。そうかもしれないよ、うちの親分は町内の防犯係を務めてるから隣から泥棒が出たってんならこれはな、その立場が危うくなっちゃう。今日のところは一つ親分に褒められるようにいい仕事をしよう。うまく空き巣をやって、ここなんざどうかな。ごめんください、少々伺います。ごめんください。おい、そこ空き家だぞ。空き家です。あら本当だ、貸し屋って札が貼ってあるの。ああこれ出て突き当たったら左曲がってみな、大家さん家だ、すぐわかるよ。どうもご親切に。別に大家さん家なんかどうでもいいんです。おめえ空き家探してんじゃねえのか。いや空き家なんか探してねえんで、私は留守探してんだね。なんか妙な野郎だな。そう見えます、怪しい野郎だ。それが正解です。なんだこの野郎、さよなら。怪しい野郎かなんか言われちゃったな。ごめんください。はい、さよなら。ちょっとお気をつけ、表変なの来てますよ。下駄がなくならないかい。あら下駄泥棒と間違えてるよ。ああ下駄なんか取らないよ。やっぱり親分の言うのに間違いはないね。慌てちゃいけないんだよ、落ち着かなくちゃいけないんだな。慌くって出世したのはボラばかりだったけど全くだな。慌てないようにな。今度のうちが留守であることを願いたいね。頼むよ。ごめんください、お留守ですか、おいでになりませんか。ごめんください。おい誰かいるかい。またいたよここ。留守のうちなんてねえもんだな。ちょっと物を伺います。町田今そっち出てやるからよ。いいんですよ、出てこなくても。なんかやってんでしょ奥で。いや来ちゃった。こんにちは。おう何聞こってんだ。何丁目何番地ってどの辺でしょう。何何や何兵衛さんって方ご存じないでしょうか。この野郎おかしなことばかり言ってやんな。まごまごすると張り倒すよ。いけません、その乱暴は。ですから、西郷兵衛さんって方ご存じないでしょうか。西郷兵衛、そんなイタチの兵みたいな野郎俺は知らねえよ。そうでしょ。だって私も知らねえんです。なんだこの野郎。さよなら。いきなりひっぱたくだなんて乱暴だよ。しかしね、
我ながらうまかったね、最後べえね、世の中にそんな名前があるわけねえんだから、ああとっさの起点にしちゃよかったよ、今度から何があっても最後べえにしとこうね、最後べえと、最後べえ、あれ戸が開いてんね、このうちは。ごめんください、戸が開いてますよ、いねんですか、いるなら今のうち返事お願いしますよ、はばかりじゃねえでしょうねやっと留守のうちがあったよ、 ありがてえ、なかなかいい道具が揃ってんね、お金もありそうだな、はあ、長火鉢も立派だね、タバコ入れがあったよ、一服させてもらおう、親分が落ち着いて仕事をしろっつってたよな、頬を駆けずり回ってくたばれちゃったね、一服しよう、落下しちゃった、よいしょ、落ち着いたね、このぐらい落ち着いときゃ親分もなんか言わねえだろうな、なんか菓子本があるな、お菓子でも入ってんのかな、ちょっと見てやろうね、何が入ってるかな、このあら羊羹が入ってた、はあ薄く切ってやんね、数を余計見せようってんだよ、しみったれの証拠だよな、そんなら計略の裏書いて俺見切りいっぺんに食っちゃうよ、ああいい色だな、うまいよこれあーありがて、おい誰か下に来てんのか、すいません、ちょっと背中叩いて、なんだおめえは、羊羹が胸に苦しい、なんか見慣れねえ野郎だな、あんた2階においでんだったんですか、俺はさっきから上上がってたよ、なんだおめえは、あの少々物を伺いますが、よせよお前、物を聞くやつが上がり込んで羊羹食ってんなよ、何を聞こってんだ、いやこの近所にいないでしょ、いないでしょって誰が、いやもうこんな人いるわけないんですよ、受け合ってやんねこの野郎お前、誰探してんだ、ですから西郷兵衛さんって方ご存知ないでしょうか、なんだ早く言えよ、三五兵衛俺だ、俺だよ違います、あなたでない三五兵衛、もっと色男の、なんだよろしく言ってました、誰があんたのおっかさんが、なんだこの野郎、はいだなびっくりした、何もあいつが三五兵衛でなくたっていいじゃねえか、間抜けな名前のやつがいたね世の中には、二階のあんな気がつかなかった、今度はちゃんと見て上がろう、でもまあいいや、物は考えようだよ、上がり込んでタバコ吸って羊羹食ったのはこっちの儲けだよあいけねえ、あそこに下駄忘れてきちゃったよ